じゃあラスイチどうでしょうか。もう一回だけやっていただけますかね。お、あ、準備 OK。 ありがとうございます。助かります。そしてクマさんには申し訳ないですが、この生配信見てる人数3人でございます。まあそのうち人数増えるでしょう、知らんけどね。ほんまその感覚ですわ、僕らも。あ、もう僕らクマさんが言う場所に行きます。おい、わかりました。僕は何回か行ったことあります。手前の島で電話ボックスですよね。存じ上げております。クマさん20歳やってな、ここ来てくれたら酒でもおごんねんけどな。酒かスイーツか知らんけど。飲めるかね、どうか分からへんからね。確かに。どこに電話ボックス、あ、このリブートカーがあるところに電話ボックスがある。あります。この岩のここに赤いのがあります。あ、今の赤いやつがさっきの電話ボックス。はい、僕は引き取らずさっきに着替えさせてもらいます。ああ、怖い、出てきた。うわ、もういきなり行ってる、熊さん。あ、そう、確かにこの中にもありますもんね。自分をスキャンする。あ、スキャンできました。はい、エグゼルに出てきます。金のスナイパーができております。いらん、今はスナイパーじゃないですよね。敵と当たらない方がいいと思います。お、熊のベアさん、ミニガンどうぞ。僕はいらないです。あ、もうクマさんは素顔でどんどん行くんですね。うん、一応ここにあれがあります。僕は今本当にクマさんのすぐ後ろって言ってるだけです。あ、ここにありますよ、着替え。あ、クマさんが、やばい、このまま。ほんまや。あ、よかった、クマさん復活してくれました。よかった、よかった。オッケーオッケー。生命線ですわ。はい、僕のメッドキットを使ってくださってるんで多分大丈夫と思います。使ってくださってるまで言ってる。僕のミニボンボン飲んでくださったんで。あ、出てきました。強制扱いです。ん、あ、これは無理なのか。あ、ストームが来ている。骨がね、先っちょにありますね。あ、なるほど。最悪は、あ、変身が解けてしまった。あ、赤いの食らう、危ない、逃げる、とりあえずもう逃げる。後ろや。でも、包帯があると信じよう。あ、やばい、回復がない、僕一人で死ぬ。あ、なんか出てくる、出へんのかい。死ぬ、赤が死ぬ。助かった。降りてください。ちょっと待ってください。の乗りながら、よいしょ。はい、すいません、乗りました。もう、おんぶに抱っこは、とはこのことよ。クマさん死にそうになったら、もう、降りてくださいね。僕ら、包帯、あ、僕、包帯6個持ってますんで。死にそう。うわ。あ、僕が一応運転したいのか、そしたら。はい、どうぞ。どっちや、どっちもいいの。
やばいな。焚き火がない。あーやもう、あー3秒、2秒もう、はい、クマさんだけ言ってください。僕たちの方が大変で。こんな配信ある。あ、こんな遠かったね。というか、クマさんですらちょっと危ないのかな。いや、クマさんなら言ってくれますよ。あ、知りました。はしゃぎすぎたな。これでビクロイさんおもろいけど。うお、すごい7で。うわ、も敵がおる。さすがのクマさんでもなかなかなのか、これは。クマさんにメッドキットを、紙を。なんかないか、なんか、あ、つる、なるほど。3つぐらい出てくれ。でも対岸に敵が。建築ができてる。うまい、ほんで。あ、おこぶいらない。釣りスポットなくなった。乗る。あ、乗らない。乗ると思ったら乗らない。持ってますように。あ、もどかしい。あ、別のやつから向かう。うわ、こっちも狙われてる。ここでする。一旦逃げる。あ、ワープ。おお。おお、ギリ。うん。でもこの中でね、いろいろ武器っていうか。そうですね。ただアンチがまた迫ってきている。あと1分。メッドキット来い。交渉いいな。まあ、まあまあでも。撃たれるよ、よかましい。おもろい。まるで人の配信を見てるよう。今の状況ありましたよ。あ、ええやつだった。あ、宝箱出る。おー、出たー。メッドキット実況しているだけ。いいんですか。実況しているだけ。あ、でもやばい。あ、そうか、アンチ。あ、死んだ。諦めて座る。おい、見せます。配信の勉強になる。死にかけた時はああいうのやるね。おもろい。誰の配信か分かりませんけども。おい、皆さん楽しんでいただいてますか。今配信を見ているのは3人でございます。まあまあ、クマさんにもし落ち度があるとするならば、あなたが思っている以上に僕らが下手だったという。実力を測る能力がちょっと欠落したかもわかりませんけど。